にちは、渡るでございます。日本国内の高速道路は特段の定めがない限り時速100キロが最高速度となっています。また一部区間では最高速度が120キロの区間もあります。当然ながらその速度を超えて運転することは速度違反として警察に検挙される対象となってしまいます。しかし皆さん、高速道路には最高速度の制限がありますけれども、最低速度の制限があるのもご存知でしたでしょうか。高速道路における最低速度は50キロ、時速50キロが高速道路の最低速度になります。最低速度50キロというのはしっかりと法律で定められており、高速道路正式には高速自動車国道と言いますが、こちらについては50キロを超える速度で運転しないとなりません。つまり50キロ以下で走行するのは検挙の対象となってしまいます。高速道路とはいえ、もちろん制限速度以上の速度で運転するのは違反となってしまいますけれども、逆に50キロ以下で走行するのはかえって高速道路の安全性を損ないかねない、こうした理由もあり50キロ以下で走行するのは禁じられております。これから高速道路を使う方が増える時期になります。もちろん道路事情にもよりますけれども、高速道路は少なくとも50キロ以上の速度で運転しないとなりません。運転に不安のある方、運転が苦手な方は一度高速道路で練習してみるのもいいのかなというふうに思います。少しでも不安を払拭した上で高速道路を利用してください。もし高速道路の運転にどうしても不安が拭いきれないという方は、一般道を使用するというのも一つ方法としてあります。事故防止のためにも高速道路は安全かつ正しい方法で利用しましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。渡るジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。